憲法問題研究会は、1958年6月8日、湯川秀樹、阿賀妻久宮沢敏義、無体理作など、東京、京都の知識人が創立した団体である。1976年4月の解散まで、放送会だけでなく、当時の学会の域が結集し、日本国憲法について、互いの知見を啓発し、講演会を通じ、啓蒙的活動をした。 1960年5月3日には主催講演会で丸山正を現代における態度決定など安保条約の国会審議を慎重にと声明を出した。1964年5月3日には憲法調査会の多数意見や伝統と自由の名による憲法改悪に反対する声明を出した。有沢博美、家永三郎、入江啓志郎、向海信成、大内ひょ 大河内和夫、伊佐野道隆、菊池伊佐夫、木戸真大地、清宮四郎、久野治、佐藤伊佐夫、高木朝香、竹内吉美、谷川哲造、辻生命、鶴重と、中野義夫、中村明、南原茂、野村,野村平治、真野武氏、丸山正夫、峰村光夫、宮沢敏吉、向井里作、胸方誠也、阿賀妻久志。青山秀夫、浅井清信。 磯村明、井上清猪木正道、岡本誠一、大西義夫、加藤新平、貝塚茂樹、河野健二、黒田良一、桑原武夫、佐伯先人、棟、康彦、末川博田畑,田畑茂次郎、田畑忍、田原静夫、常藤康志、縄東一、善芝角三、松井清松田道夫、森吉信、湯川秀樹、吉村正一郎、 ありがとうございます。